ヘールボップ彗星、ヘールボップ彗星、ヘールボップ彗星、コメッツヘール、ボップ、公式符号 C、1995号1は、1997年に非常に明るくなった彗星である。1997年の大彗星とも呼ばれている。HB 彗星と略称されることもある。おそらく20世紀で最も広く観測されたであろう。彗星である。 18ヶ月もの期間にわたって肉眼で見ることができ、これはそれまで記録を保持していたの2倍にもなった。ヘールボップ彗星は1995年7月23日に太陽から非常に遠い位置で発見され、太陽の近くを通過する頃には非常に明るくなるのではという期待が高まった。彗星の明るさをある程度正確に予想するのは非常に難しいが、 ヘールボップ彗星は1997年4月1日の近日点通過の頃には予想通りかそれを超える明るさになった。彗星角が5 0トルと極めて大きかった。過去に観測された彗星の中でも最大級であると推定されている。光天周期は約2530年と考えられている。1997年の春には地球に あまり接近しなかったにもかかわらず、マイナス1、等級前後の明るさになり、約3ヶ月もの間に小眼で楽に見える状態が続いた。写真を撮ると、尾が明るく長く映り、白いダストテール、ゴミの尾と、青いイオンテール、イオンの尾をはっきりと区別することができた。ヘールボップ彗星の出現は、彗星についてはここ数十年なかったようなパニックを、 誘発した度合いもまた注目すべきものだった。彗星に続いて、宇宙人の宇宙船がやってくるという噂が非常に広がり、カルト団体である、ヘブンズ・ゲートの信者の集団自殺を引き起こした。ヘール・ボップ彗星は、アラン・ヘールとトーマス・ボップの二人のアメリカの観測者が、独立して発見した。ヘールは、彗星捜索に数百時間を費やしていたが、 それまで一つも発見できていなかった。彼は、ニューメキシコ州の自宅のドライブウェイで基地の彗星を辿っていたある日、真夜中を過ぎて、すぐの頃にいて、ザの球状星団 M70 の近くに11等級で、輝くるボップ彗星を見つけた。ヘールはすぐに M70 の近くに、他の新宇宙天体、遠距離天体、DSO がないことを確認し、次に、基地の彗星の一覧を調べ、 その領域には基地の天体は何もないことを確かめた。彼は天体が背景の星に対して動いていることを一度確認し、天文学的発見の情報センターである天文中央電報局に電子メールを送った。ボップは自分の望遠鏡を持っていなかった。彼は星団と銀河を見るためにアリゾナ州スタンフィールドの近くに友人と外出していて、 友人の望遠鏡のアイピースを覗いている時にたまたま彗星をつけた。彼は M70 の近くにある新宇宙天体が何か探すため自分の星図を確認し、そのようなものはないことが分かったため何か新しい天体を見つけたかもしれないと確信した。彼は天文中央電報局に電報を送った。翌朝、これは新彗星だと確認され、名称は ヘールボップ彗星、符号は C1995O1 となった。この発見は国際天文学連合の開放6187号で発表された。ヘールボップ彗星は普通の彗星ではないということはすぐに明らかになった。まず、軌道を計算したところ、ヘールボップ彗星は木星と土星の軌道の間にあたる太陽から7.2天文単位のところにあることが、 わかった。これは、彗星が発見された時の位置としては、地球から見て飛び抜けて遠い。これほど遠方にある彗星のほとんどは、極めて暗く、確認できるような活動はしていないが、ヘールボップ彗星はすでにコマが観測できた。1993年に、アングロオーストラリア望遠鏡で撮影された、画像からは、太陽から13英雄の位置にあった。 エールボップ彗星が映っているのが見つかったが、この位置では、ほとんどの彗星は観測不可能である。ハレー彗星は、太陽から同じ距離では5万倍も暗い。分析により核の直径は、約 50km もあり、ハレー彗星の3倍、近い大きさであることが分かった。太陽から非常に遠くても驚くべき活動をしている、ことから、1997年に近日点を、 通過する頃には、ヘールボップ彗星は非常に明るくなるかもしれないと考えられた。しかし、彗星科学者たちは慎重であった。彗星の活動は非常に予測しづらく、遠距離で巨大なアウトバーストを何度も起こしていると、結局は後で暗くなってしまう。正規の彗星として大いに宣伝されたが、結局非常に平凡な彗星に終わった1973年の、 古法テク彗星のように、ヘールボップ彗星も地球に近づくときにそんなに明るくならないかもしれないも思われたからである。ヘールボップ彗星は1996年の夏頃からは肉眼でも見られるようになった。1996年の後半には明るくなる割合がやや鈍ったので、科学者たちはこの彗星が非常に明るくなるという楽観的な考えに耐えてなお慎重だった。 1996年12月には太陽に近すぎて観測できなくなったが、1997年の1月になって再び見えるようになると、空が汚い上に公害が進んだ。大都市からでも探している人には誰でも見えるほど明るくなっていた。これは最も楽観的な予測に沿った明るさであった。当時、利用者数が急激に増大し始めていたインターネットでは、 世界中から水星の経過をい日々の画像を提供するおびただし数のウェブサイトが非常に人気を集めた。インターネットはヘールボックス水星に対する人々の空前の関心を高めることに大きな役割を果たしたと言える。水星は太陽に近づくにつれ明るくなり続け、2月には二等級になり、太陽と反対側に直線上に伸びる青いガスの音、 軌道に沿って曲がった黄色っぽいゴミの王の2本が成長していくのが観測でき、3月9日にはモンゴルとシベリア東部で日食が起こり、そこでは昼間に水星を見ることができた。ヘールボップ水星は1997年3月22日に地球に最接近した。1997年4月1日には水星は近日点を通過し、素晴らしい姿に成長した。 シリウスを除く前天のどの恒星よりも明るく輝き、三十から四十度の二本の尾が空を横切って伸びていた。彗星は毎晩空が完全に暗くなる前にさえ見えるようになった。多くの大彗星が近日点を通過する頃のみ、しかも太陽の非常に近くでしか見ることができなかったのに、対してヘールボップ彗星は北半球では一晩中見ることができた。 この彗星は見事なものだったがもっと見事なものになっていた可能性もあった。1996年の百武彗星と同じぐらい地球に接近していたらヘールボップ彗星の尾は空全体を横切るほどに伸び満月よりも明るくなっていたかもしれない。しかし実際は地球に再接近した時の距離は 1.315au 止まりだった。この距離では多くの 小さな水星は全く見えないままに終わるところだが、ヘールボップ水星はそれでも日本の王、王の、最も伸びたところは暗すぎて、肉眼では見えなかったものの、空の半分ほどにまで伸ばしたのである。近日点通過後、水星は南天に移動し、一般の人々に関する限りでは、昭は終わった。水星は、南半球の観測者にとっては、北半球での壮大さに対してはるかに地味な、 ものだったが、南半球の人々は1997年の夏から秋にかけて、水星がゆっくりと暗くなり、見えなくなっていくのを見ることができた。最後に、肉眼での観測が報告されたのは1997年12月で、あり、これは、水星が道具なしで569日間、あるいは約18ヶ月半見え続けたことを意味していた。それまでの記録は、 肉眼で約9ヶ月間見え続けた1811年の大水星によるものであった。水星は遠ざかるにつれ暗くなり続けているが、いまだに天文家たちによって追跡され続けている。2003年12月31日以降、消息が途絶えていたが、2005年1月8日に天皇星の軌道よりも外側の太陽から21英雄。 天文単位離れたところにいる2本のを持つヘールボップ彗星がチリのラスカンパナス天文台で観測され2007年10月にはシドニー大学のグループにより太陽から 25.7au 離れている20等級の明るさで直径18万 km のコマを持つ彗星が観測されたこれは活動状態の彗星が観測された距離としては最も遠い ハレー彗星は2003年に太陽から 28au で活動状態にない核が観測されたがヘールボップ彗星はこの記録を超えた。2010年ハーシェル宇宙望遠鏡により彗星表面が新しい霜で覆われていると推しする画像が観測された。この2010年12月時点の太陽からの距離は 30.7au あり。 2012年8月には 33.2au の距離にあることが再観測された。天文学者たちは、水星は30等級近くになる2020年頃まで、大望遠鏡では観測可能かもしれないと予測している。しかしその頃には、はるか遠くにある、同じような、明るさの、数多くの銀河と区別すること非常に難しくなっているだろう。 水星は4530年頃に戻ってくると考えられている。ヘールボップ水星は紀元前2200年頃に前回の近日点通過をしたかもしれない。水星の軌道は王道面に対してほとんど垂直であり、これは惑星に非常に接近することが稀であることを意味している。しかし、1997年3月には、 水星は木星から 0.77au のところを通った。これは軌道が木星の引力によって影響を受けるのに十分な近さであった。水星の軌道は大幅に短くなり、光天周期は約2530年になったため、次に太陽系の内側に戻ってくるのは西暦4530年頃になるだろう。水星が太陽から最も遠ざかった時の距離、 演説点距離は約 525AU から短くなり約 370AU になっている。ヘールボップ彗星は近日点通過の間に天文学者たちによって徹底的に観測され、その観測結果から彗星科学にいくつかの重要な発展をもたらした。非常に驚くべき発見の一つはこの彗星は三種類目の王を持っていたということである。 よく知られていたガスの尾とゴミの尾に加えて、ヘールボップ水星は、専用のフィルターをつけた強力な装置でのみ見ることのできる、かすかなナトリウムの尾も伸ばしていたのである。ナトリウムが放出されているのは、以前に他の水星でも観測されていたが、尾に由来するとは示されていなかった。ヘールボップ水星のナトリウムの尾は中性の原子から構成され、5000万キロメートルもの長さに伸びていた。 ナトリウムの源は、コマの内部にあるように思われるが、必ずしも核からとは限らない。ナトリウム原子の源を生み出す仕組みは、核を取り巻く、ゴミの殻と、ゴミの殻から、紫外線光で、弾き飛ばされたナトリウムが衝突するというものなど、いくつか考えられる。ヘールボップ水星のナトリウムの王が主に、どの仕組みによって作り出されるのかは、まだ語していない。 ヘールボップ水星のゴミの尾は、大体水星の軌道の道筋に沿っており、ガスの尾はほとんど太陽と反対側に直線的に向いていたが、ナトリウムの尾は2本の尾の間にあるように見えた。ここからナトリウム原子は水星の頭部から放射圧によって吹き飛ばされると思われる。ヘールボップ水星に重水の形で存在する重水素の存在度は、 地球の太陽のおよそ2倍であることが分かった。これは、もし、ヘールボップ水星の重水素の存在度が、すべての水星に普遍的なものだとれば、水星の衝突は、かなりの量の地球上の水の源になったと考えられるものの、唯一の源ではないということになる。他の多くの水素の中に、重水素が混じって存在しているということもこの、水星で分かった。 普通の水素に対する重水素の比率は化合物ごとに様々であることが分かり、天文学者たちは水星の氷は原子太陽系成分よりもむしろ星間雲で作られたとする説を信じるようになった。星間雲での氷の形成についての理論的モデリングからは、ヘールボップ水星は25から45ケルビン前後の温度で作られたと考えられる。 分光器によるヘールボップ彗星の観測から多くの有機化合物が存在することが明らかになっており、そのうち数種はそれまで彗星で見つかったことがないものだった。これらの複雑な分子は彗星の核の中に存在するのかもしれないし、こまでの反応によって合成されたのかもしれない。ヘールボップ彗星の活動とガスの噴出は核全体に均等に広がっていたのではなく、 特定の数箇所からの巨大なジェットから来ていた。これらのジェットからの物質の流れを観測することによって、螺旋状の波の動画、水星の時点速度を測定することができ、約11時間46分であることが分かった。この時点周期に加えて、数日間にわたるいくつかの周期的な変動があることから、水星は2つ以上の時点軸の周りを時点していると考えられる。 1999年に観測されたヘールボップ水星のゴミの放出のパターンを完全に説明するために水星核本体の周りをめぐる衛星の核の存在を仮定した論文が発行された。この論文は理論的分析に基づいていて提案された衛星核が観測で発見されるとは主張していなかったが衛星核は直径が約 30km あり、 差し渡し約7 0トルある本体の核の周りを約1 8 0トルの距離のところを3日かけて好転していると推定されていた。ハップル宇宙望遠鏡による最高解像度の画像でもヘールボップ彗星の画像には明らかに核が2つである形跡もなかったためこの論文の結論には観測天文学者らが反対した。また彗星が分裂するのは 以前にも観測されてきたが核が安定した連星になったのはそれまでに観測されたことがなかった。水星の核の質量が非常に小さいことを考えると連星の核の軌道は太陽や惑星の重力によって簡単に乱されてしまうだろう。保証工学を使った1997年後半と1998年。 前半の観測から核の明るさには2回のピークがあったという主張がされた。しかし核が連星であるということでしか説明できない観測があるかどうかと論争が存在し続けている。多くの文化で水星は悪いことの前兆であると歴史的に見られてきており大きな疑念を持って見られていた。ヘールボップ水星が発見されてから 最接近するまでに非常に長い展開があったこと、それ以前の数十年間見られなかったほど大彗星であったためかもしれないが、この彗星は多くの奇妙な進行や理論の主題となり、その出現が引き起こしたパニックの度合いにも特筆すべきものあった。1996年11月にテキサス州ヒューストンのアマチュア天文家のチャック・シュラメックが羽毛のように見える。 少し長く伸びた天体この彗星の CCD 画像を撮影した。彼のコンピュータ装填プログラムがある構成を識別しなかったので、シュラミックは、ラジオ番組アートベルに、彼がヘールボップ彗星に続いてくる土星上の天体を発見したと発表するように、電話した。遠隔投資の提唱者であるコートニー・ブラウンのような UFO ファンたちは、 それは水星に続いてやってくる宇宙人の宇宙船だとすぐに結論付けた。実際にはその天体は単に8.5等の構成である差を14万1894であり、シュラミックのコンピュータプログラムに出なかったのは利用者の選択が間違って設定されていただけだった。しかし伝えられるところによれば、シュラミックはそれを指摘されても自分の間違いを認めるのを拒んだ。後に、 アートベルもその発見を確認しようとした匿名の天体物理学者からその天体の画像を得たと主張した。しかし、範囲大学の天文学者であるオリビエ・ノート、デイビッド・トーレンは持ち出された写真は彼ら自身による水星の画像のコピーを改ざんしたものだということを示した。数ヶ月後の1997年3月にはカルト団体であるヘブンズ・ゲートが この彗星の出現を彼らの集団自殺の引き金として選んだ。彼らは自分たちがこの世の天体から彗星に続いてくる宇宙船に旅立つために出発するのだと主張した。だが、ヘールボップ彗星を見たほとんどの人にとっては、それはただ単に夕暮れの空の美しく壮大な光景であった。見られた期間の長さとメディアの報道の活発さ。 さらに北半球での観測が容易であったことも重なり、この彗星は歴史上最も観測された彗星で、1986年のハレー彗星の回帰よりも、はるかに大きな衝撃を一般大衆に与えたかもしれないということがことるし、確かにハレー彗星の前回の回帰よりも多くの人がこの彗星を見た。全く記録破りの彗星だった。 太陽から最も遠いところで発見され知られている中で最も角が大きくそれまで記録を保持していた彗星の2倍もの期間にわたって肉眼で見ることができたまた8週間もの間で等級以上であり過去数千年間のどの彗星よりも長かった楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください